さんは大分交通で一番最後までボンネットバスを運転した方でございますから、ご安心くださいませ。10分ほどドライブしてまいります。では改めまして、ようこそ文豪さんが昭和の街にお越しくださいました。ボンネットバス昭和ロマンがご乗車くださいました。誠にありがとうございます。はい、発車オーライ。はい、発車オーライ。早速のお隣にまず、一歩のお知らせお願いします。と言えば、なんか聞けばね、懐かしいなとおっしゃる方。はい、いいの、手を挙げなくてもわかるから。はっきりしたものはないけれど、なんとなく懐かしいような気がするって方も大勢いらっしゃるかと思いますし、バス間に合う、平成13年ってありました。その時はね、7店舗しかなかったお店なんです。それが30店舗以上になりまして、8つの商店街を総称して、昭和の街と呼んでおります。私が嫁に来た時はね、この辺り誰も歩いてなかったんですよ。人を見るよりも猫を見る方が多かった。猫商店街と呼ばれたわけでございます。それを土下が天といけということで、いろいろ調べたら昭和30年代の建物が6割から7割残っていた。それを使っての町おこし、それが昭和の町でございます。まっすぐ参りますと新町2丁目1丁目、はい、車は曲がりました。駅通り商店街でございます。今はね、鉄道は豊後高田には走っておりません。昭和40年まで京弁鉄道が走っておりました。その名残でまだ今でも駅通り商店街と呼ばれております。左は昭和30年代の喫茶店、右手は昭和7年から続く電気屋さん、オズルラジオ電気商会なんて書いてますよ、はい、必ず建物に足を止めて見上げてください。見上げればこだわった看板が上がっております。必ず中に入る、入ればお宝があります。そのお店を語るのに書くことのできないものがお宝として紹介されております。懐かしい商品が売られております。また昭和時代の商人を再生しておりますので、気になることがあれば何でも聞けば会話が弾む、弾めばお買い物も楽しくなる、こういったお店が今少ない。それが楽しめるのが昭和の街でございます。はい、会話が弾んで楽しくなったらもう心動く。旅に出て感動がなければ意味がございませんので、はい、ボンネットバスのこの空間にご一緒していただきまして、私と目と目を合わせましてね、何かこのバス乗って懐かしいやら、私のこと素直に可愛いと思ったやら、何でも心動いたら嬉しいと思いますし、ボンネットバスは昭和の街だけではなく、はい、着いた、はい、観光資源に恵まれておりますので、またのご乗車をお願いいたしまして、本日皆様のお供をいたしましたのは、運転手は奥田、ガイドは私西さーちこでございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。忘れ物など何よりお降りください。